鳥居奥石神社は、滋賀県大海八幡市安土町東大磯にある神社。式内社で、旧社閣は、剣社。東大磯集落の北、中仙道沿いの大磯の森内に鎮座する。現在の祭神は次の一柱。本殿に祀られる初心は、日よけ鎌戸神で、へっついに、鎌の字が当てられたことで、鎌大名神、鎌宮と称されるようになったという。 現在も宇治子が鎌を剣じる風習がある。創建について、奥石神社本議9月をくずけでは、第7代、恒例天皇5年に、石変大連がお磯の森に診断を築いて、大都市神御子を祀ったことに始まるとする。また、第10代崇人天皇の時には、キビツヒコが宮殿を、設けて、おきつ古いのち、おきつひのちを、第15代王神天皇の時に、ガサ村が、 日本穂高、立花姫命の地を廃止としたとする。一説には、木の笠山を新大山とする原始信仰に始まる神社とされ、原社地は、木の笠山山町の岩倉を要配する里宮とする説がある。新昇格直府省大道岩年町では、当時の奥石神二神戸として、大見国から一個が当てられている。また、奥石神社本儀では、 忍樹元年1月に、聖六以上の深海を賜ったとする。延長5年成立の演技式新名庁では、大見国家毛群に、奥石神社と記載され、式内社に列している。天正9年には、本殿が再建されている。近世には、鎌大明神、鎌宮神社などと称された。明治維新後、近代社格制度では1876年10月に、尊社に列した。 その後の1881年2月に号社に昇格、1908年4月に新鮮兵白領とも新社に指定、1924年2月に県社に昇格すると、共に社名を現在の奥石神社と改称している。本殿、諏訪社参道と社僧国指定史跡。社殿周囲の社僧はお磯の森と称される。現在の樹林は杉日の木松島からなる。 奥石神社本義の伝承では、この地は、地が裂けて、水が湧いて、人が住める土地ではなかったが、石変大連が、木々の苗を植えて、神々に祈願すると大森林となって、石変大連は百数十歳まで生きながらえたので、老僧の森と称されるようになったという。古くは、平安時代の万寿元年に、歌が見えるほか、両人秘書、農院歌枕、 和歌諸学賞にも大見国の歌枕として紹介されている。また中世東海道、近世、中仙道沿いに位置することから、東間気候など、鎌倉時代以降の気候分にも参見される。このように古くからの由緒ある地で貴重であるとして、森の範囲は国の史跡に指定されている。所在地交通アクセスお磯の森に関するカテゴリー、ありがとうございます。